はい、こんにちは。ブラックスクワットをプレイしていきます。で、今日はね、クイックマッチなんだけど、最近クイックマッチに人がいなさすぎるんだよ。今ももう見たでしょ、2対2とか言って人が全然ね、クイックマッチマッチしなさすぎ。本当にもうなんかカスタムマッチしかないのか、このゲームは。今だってまあ1対1になってるしよ。ってことで、まあ一応ちょっとねプレイしてみるんだけど、ついね、本当にね、マッチしないんだよね。あとなんか、最近追加された、なんかランクマッチみたいな、あれに至ってはそもそもマッチしないです。なんか、1000秒ぐらい待ったんだけどダメで、結局やめちゃったんだよね。なんか急激に人が減った気がするんだが。あ、最近アップデートも全然ないしな、マップも増えてないんでね。足音。さあ、頭抜いていく。なんかちょっと秋、まあ、実際ね、私もちょっとやってなかった時期とかもあったんだけどね、他のゲームとか出てて。ちょっとアップデートを入れてくれないと厳しい気がしている。うわ、やられた。やっぱマップのね、マップ追加は大事だね。まあ、武器よりマップかもしんない。うん、武器よりマップだね、確実に。さあ、ゆっくり入って。足音が聞こえないが、頭抜いていく。いや、2対2か。随分、寂しい感じだな。お?なんだ?なんかめっちゃ速くなかった今。ラグった。ラグってますね。いて、早っ。おぉ、ちょっと、早くね?あー、これあれか。いやー、ついに、ブラックスクワットにも出てきたか。いや、もう一回も見たことなかったんだけどね。出てきちゃいましたか。あ、なに?もしかして、かそってんのって、もしかして、かそってんのってこれが原因?制御できてないし。そういうこと?これが何?蔓延してんの今。対策が追いついてないとか。そういう感じですか。あー、きついな。そういう感じね。なんかね、カスタムマッチのチームデスマッチの、なんか部屋が少ないんだよ。いやー。後ろ。あー、痛いね。うわー、出た。なるほどね。ちょっとやめようか、これ。一旦。しょうもない感じ。さあ、気を取り直して。クイックマッチはもうやめました。やっぱカスタムマッチだね。さあ、プレイしていきましょう。まさかいる、ブラックスクワット一回も見たことなかったから、いないと思ってたんだけど、いるんですね。おっと、頭抜いていく。ちょっとね、AK、大して使いこなして、久しぶりすぎて AK も全然使いこなせないんだけど。確かこの銃そんなフルオートする銃じゃないんだよな。まあ、自分なりのね、私なりの AK の使い方ってことで、あまり参考にはしない方がいいです。さあ、無理やり AK を使っていく。150体。うん、150体じゃない。25対25。うわ、全然当たらない。なぜか最後の方にヘッドショット。うわ、すげえ。デザートイーグルで頭抜いてきたか。赤点が見える。よし、味方が倒してくれる。ちょっと1人、2人、3人倒してく。あー、マジか、奥にいたか。あ、最近ね、あの耐久高い人しかいない気がするんで。うわー、フル音でこんな
ダメだよね。AK でこんな使い方したらダメなんだよね、確かに。確かダメなんだ。まあ、ちゃんと狙ってタップ打ちする銃だった気がするけど。なんか MDR みたいな感じで使っちゃってるけどさ。ほら。さあ出てこい。はい、行ったところ無理やり当てていく。AK の使い方じゃないからな。いた。あー。なんとも、ちょっとリードしてるか。さあ、突っ込んでいけ。あ、負けた。今の負けちゃう。結構いい感じになってきたと思うんだけどね。さあ、赤点が家の中から見えてきて。さあ、出てくるぞ。さあ、当てていく。さあ、もう一人。下は、あ、いるね。後ろから撃って1人2人倒していく。3人目おった。危ない。さあもう1人。あー、きついか。結構跳ねてたな。結構暴れるんだよねこの銃は。あんまり高速タップ打ちしてもね、5発ぐらいまでで止めておいた方がいいんですよ、ね、はこう、まあ、あんま良くないんだよな、この仕方。ダメだ。ボム投げて、スモークなぜか投げて、下から。あー、ちょっと待ってよ、裏見てみるか。よし、これね、ダメな打ち方だから、この、あの、決して真似しないでください。なんかもうちょっと落ち着いてやった動画とかあるから、せめてそっちの方がいいかもしれない。この AK の使い方はもう絶対ダメだな。基本頭打ってほしい。無理やりハンド制御して同打ちしてる感じになってるから。さあカード曲がって、もっと下から打っているね。あ、後ろ。よし、一人倒して持ち替えの。さあ出てくるか。やばい。下がりながら撃つが、またヘッドショットされてしまう。デザートイーグルね、いいんだよ、うまいね。ここいつもいないんだよ。さあいない。進んでいこう。おっと、もう一人いた。おっと、うまいな。頭抜いてきた。あれは多分、ヘッドショットチャレンジしてますね。私も頭抜かせていただきます。よし。あー、二人いる。きついな。なんか、キルログがほぼほぼヘッドショットだったんだけど、今。おっと、危ね、危ねえじゃないか。普通にやられてんじゃん。このね、AK ね、結構やっぱね、あんま得意じゃないんだよね。こんなんなるでしょ、もう移動しながら撃ったら。ちゃんとストッピングして、しゃがんで撃ったが強いんだよな、この銃は。あんまりゴリゴリやっていくような銃ではないんだよ。やっぱね、それ考えるとね、あんまこの銃、向いてないっすね。あんまり私には、当たらね。ちょっと待って。やばい。ハンドガンのがすぐキルできるっていうね、悲しさ。はい、適当に撃っていく。あー、ちょっと負けてきたな。追い返されてきたぞ。もうダメだね、AK でどこまで巻き返せるか。うわ、ダメか。完全に暴れてた。ただ AK はもう基本、こうやって覗いて撃たないと、まっすぐ飛ばないんだよね。同打ち、腰ダメ打ちで当てれるのは1、2発目ぐらい。ほら、もうこんなんのってさ。やばい。もう一人当てろ。よし、無理やり。超下に向けて。よっしゃ。移動して。本当にこの AK ひどい。これ絶対、ダメな AK。ダメな AK の代表格。さあ、近接後ろから撃とうと思ったが。すでに左からカーバーが入っていた。残り23秒、1人ぐらいで倒せるか。
いやもう直線だな。ここから一気に行って。後ろ。うお後ろ。あ、ダメか。あー、10秒。これやっと入れたらいい方なんだけどね。味方に倒されてしまう。あ、ダメかし。うわー、同時。さあ、終わったぞ。ひどすぎる。まあね、この動画を見て分かる通り、私にはあまり AK は向いていないんで、素直に MDR とか使っときます。まあね、最初の方はね、ちゃんと落ち着いてやったりはするんだけどね、後半ちょっと我慢できなくなって、フルオートしたい秒がね、ってことで次 MDR 使っておきます。